意外な人も。モーニング娘。のオーディションで落選した芸能人。皆さん、こんにちは。今回は前回の続きで、モーニング娘。のオーディションで落選した芸能人、パート2をご紹介します。どうぞご覧ください。IMALUさん、明石家さんまさんと大竹しのぶさんの娘であるIMALUさん。さんまさんが語るには、12歳から応募可能なオーディションでありながら、11歳で応募。IMALUさんは、芸能界への興味は昔からあったそう。大竹しのぶさんは、さんまさんへ、もし、オーディションに通ってしまったら、あなたから断ってね、と言われたとか。ただ、結局は、断る前にオーディションは落選してしまったと言います。その後、母大竹しのぶさんの事務所に所属し、その人脈を活用して2009年4月にすぐにモデル、ラジオ、CM、ドラマ、バラエティ、CD デビューが決まり、大々的なデビューを飾りました。若月千夏さん、近年はファッションデザイナーとしても活躍する若月千夏さんも受けていたそうです。芸能界に憧れていた母親の影響から、自身も早くから芸能界に興味を抱いており、モーニング娘。特に後藤真希のファンだった若月さん、実際に中学3年生の時にオーディションに応募しており、この時は書類審査の時点で落選だったそう。その後スカウトされた時も、本人は当時芸能界という名前の一つの会社だと思っていたらしく、デビューすればモーニング娘。に入れると思っていたそうです。それが今や実業家とは、よほどの努力をされたのでしょうね。木下ゆきなさん、木下ゆきなさんがモーニング娘。のオーディションを受けたのは中学2年生の時、選考で最終の9人にまで残ったことからもわかるように、かなり評価は高かった。落選理由は協調性のなさ。この挫折がヤンキーの道へと走ったきっかけであることも語っています。この時に合格した高橋愛さんとは友達となり、オーディションの帰りに高橋さんにお金を借りて、その後、長らく返していなかったといいます。木下ゆきなさんらしいですね。吉木りささん。吉木さんは中学3年生の時、モーニング娘。ラブオーディション21を受けたものの落選。モーニング娘。に残念ながらなることができなかった吉木さんは、翌年、高校1年生の春に原宿でスカウトされ芸能界入り。以降、グラビアアイドル、歌手、タレントとして幅広く活動していますね。谷村美月さん。谷村さんはモーニング娘。の大ファンで、特に辻のぞみさんのファンで、うちわを持ってライブを見に行ったりしたそうです。小学校高学年の時にモーニング娘。のオーディションも受けたそうですが、書類選考で落ちてしまったそうです。小学生の時に地元の劇団に入っていたんですが、仕事のことで悩んで、もっと上の世界を目指したいと考え、母に相談してモーニング娘。のオーディションを受けましたとのことです。現在は女優業で大活躍していますね。AKB48 の柏木由紀さん。 AKB の柏木由紀さんは2006年のモーニング娘。ハッピー89オーディションに応募。参加総数6883名のオーディションで3次選考進出者の25名まで残りましたが、惜しくも落選。2015年には AKB 総選挙で2位にまでになった柏木さんなだけに、とっても意外ですね。また、この時のオーディションには、
同じ AKB のメンバーも受けていましたが、落選していたようです。いかがでしたでしょうか。モーニング娘。のオーディションに落選しても、現在芸能界で大活躍している人ばかりでしたね。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。モーニング娘。のオーディションに落選しても、現在芸能界で大活躍している人ばかりでしたね。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。